し不動産情報やってまいりましたよ。やってまいりました、ビンホームズセントラルパークへ。これも見てくださいよ。もう前も紹介しましたが、もう摩天楼かのようなビル群、すごいですよ。もうその時なかったから、あなたの後ろの、そうだ、このランドマーク81なかったじゃん前来た時は。それもできたという、今回物件を紹介していただけるということなんですよ。さあ本日紹介していただくのは、あの男が帰ってくる、エルアセットの杉本さんです。こんにちは。どうもっす、お久しぶりです。ありがとうございます、はい、いやもう待ちに待ちましたよ。そうですね、もうね、はい、僕も待ちました。待ちましたよね、はい、今回はもうどこでしょう、ビーホームセントラルパーク、はい、はい、ランドマークプラス、ランドマークプラス、ここマジで変わりましたよね。そうですね、だってもうユニクロもできましたし、はい、でもうランドマーク81のね、このタワーも建ちましたし、はいはい、でもなんて言っても映画館ありのバーベキュー場あり、はい、公園ありの、はい、もう施設すごい充実してるじゃないですか。そうですね、病気になっても病院行けるし、はい、学校入れたいってな学校もあるし、はい、もう一個の街が出来上がってる感じですよね、はい、この中で。そうですね、はい、だからもう出なくてももう買い物だって何でも済むという。そうですね、スーパーもこの、ランドマーク81の地下に入ってます。ランドマークプラス、はい、じゃあそこ、はい、早速見に行きましょうか。はい、レッツラゴー。綺麗っすね。綺麗っすね。これで今築何年ぐらいですか。築3、4年ですね。あ、3、4年、はい、3、4年にしてはほんと綺麗だな。あ、こちら靴箱ですか。はい、え、下の方が、あ、はい、靴箱。なるほど、下がこう靴箱になってて、はい、クローゼットタイプクローゼットタイプですね。いろんな小物を入れれると、はい、でこの上にも置けますと。広いスペース、いいですね、広いですね、玄関がね。そうですね、でここで決めポーズなんかしてね、はい、出かける前に、出かける前に、はい、いやいい楽しい気分で出かけられる、はい、自分の姿見て今日のファッションどうかなみたいなね、はい、今日は私エナーセットポロシャツ着ておりますみたいなね、はい、こういうポージングもできますからね。確認して、確認できるっていう、はい、この大きい鏡は嬉しい。さあそしてキッチン、広いっすね。はい、キッチンも広くて物も揃ってる。電気ケトル、はい、トースター、トースターまでついてるよ。トースターもありますね、嬉しい。でまあこう置いてあるんですもんね、はい、鍋とかフライパンとか、はい、ほらこの中もスプーンとかまで全部揃って、で電子レンジ、はい、これはもうもう何も激アツです。急に激アツですね。激アツ出ましたよ。激アツ出ましたね。これね、もうあのいいところがあったら激アツ僕出していきますから、はいはい、激アツ3つで、はい、すごいもう出してるやん、すごいの出ますから、はい、洗った食器をここに置いて、はい、なるほどね、ここで洗ってさっさってなって置けるわけね、はい、乾かして、はぁ、この収納広いな、出た奇跡のゴミ箱。あーこれすごい、最初見た時マジでびっくりした、はい、すごいっすよね、閉めたら閉まるっていう変だよね、閉めたら閉まるって当たり前なこと言ってる当たり前なんだけど、やっぱすごい、はい、で炊飯器もある、ゴッ激アツではない、はい、激アツではない、はい、いやまあ炊飯器はない、まあ、まあここの並びで見てあったなっていう、はい、合格はちょっとまだ、はい、何ポイント貯めてもあんま意味ないんで、いないの、あんま意味ないです。なんかその柔道とかだったらさ、はい、ほら、はい、効果とか有効2つで技ありとかあるじゃん、まあだから効果みたいなののことですよ。だから競った時に効果があったから勝ったみたいな。なるほど、効果効果これに関しては隣の部屋と勝負してます。あ、隣の部屋見ることができない
で上まで、はい、このデジットスペースまでちゃんと収納として使える、はい、豪華です。これは低いちょっとまあ、僕は出しすぎないのが、やっぱそこが信用の中川としてやらせる。信用の中川、はい、信用がね、出しすぎると信用度なくなりますからね。エドアセットさんの名前も汚すことになるから、はい、そこは、まあ、本当にいいものだけを、そうです、はい、本当にいいものだけ、うん、で、なんかこう全体的にあれですね、王宮チックというか、はい、白だったり、このなんか壁の色も、はい、いや白よ、白はい、いや変やね。でほらここベージュでさ、うん、ちょっとなんか品があるというか、こう革のレザーの感じとか、はい、すごい上品ですね、うん、はい、そうですね、あのお尻が痛くならないですね、これは嬉しい、私地持ち地主の私としてはすごく嬉しいいや電球もおしゃれ、はい、この線香花火みたいですね、線香花火ですね、明るい電球ですね、なってるのが、はい、なんかこれで日本を思い出してくれたらいいですよね、みんなそうですね、ほんとこれで思い出せる気づいちゃいました、なんですか、うん、気づいちゃった、気づいちゃった、気づいちゃった、チン、いや、わーいよ、わーい言ってくれないあ、いや、気づいちゃいました、はい、エアコン、植え込み式、はい、これね、嬉しいっすよね、隠せてるっていうのがまず嬉しいし、はい、このエアコンが効きやすいでしょ、こっちの方が、そうですね、なんかね、エアコンタイプよりのもうだってもう4つ出てるから、もう全部あ、まあ4つか、これ2つはですね、吸い込む方なんですよ、え、2つが出す方で、2つは吸う、あ、こう吸い上げるんですか、はい、じゃあそこだったらあの宇宙船が吸い込まれるみたいに、そうですね、え、いや、気をつけてください、気をつけた方がいいそこには近寄れないってことですね、テレビももしかしたら行かれる可能性があるわけです、はい、軽いテレビだとちょっと、なるほど、これ重いから大丈夫なるほど、怖い部屋だ怖い部屋でした、どうポイントつく、どう俺つくんダメだろ、まだ、いや、だこれは杉本ジョーク、杉本ジョークには俺は合格つけない、ああそう、やっぱこういうね、いや、だとしたら激アツとかつけてあげてよこういうユニークなところありますって、ほら、そこがエナーセンスは見てほしい部分じゃないから、そのユニークな部分はさ、はい、あくまでおまけ、おまけみたいな、本当はちゃんと物件紹介できるっていう、その、はい、いい物件をお客様に提供できるっていうのが、うん、激アツポイントですからね、はい、そう、いや、だから楽しく紹介できるってことは、だけど激アツではないんですか、そうですそれはちょっと、これはもうここです、はい、出ました、そこは、はい、これもね、やっぱさっきのね、王宮地区という上品な感じですよね、はい、デザイン広めのソファです、はい、ここも測っときましょうか、はい、測っておくしかないな、あれ、久々だからさ、測り方下手じゃない、だってちょっとスペース空いてるいや、久々だからほら、はい、大きさ分かるでしょ、いや、まあ、4人は座れますね、ですね、いや、4人だとちょっと苦しくないですか、ね、いや、3でしょ2オア3でしょじゃあもうちょっと寝そべってね、測ってみましょうかね、はい、いつも通りいきます、せーの、いや何そっちじゃないそっちじゃ分からんやん、視聴者の人ね、はい、こういくと思ったら、ね、今絶対想像してたら裏切られてますよね今2人ともこういくかなって、そう、あの分かれると思ったよ、でしょ、むしろで、このパターンもありますね、はい、このパターンもある、うん、俺もある、どれか迷わせる、いや迷わない激アツです、絶対激アツないよ僕のボケに激アツです、いやいや全然激アツじゃない、激アツでしたね、激アツですね、激アツ、すごい、いやいや広い、これ広いっすね本当に、はい、ほら、いやいやこれが激アツよ、強さ寄らんでいいから、え、激アツポイントよ、これ出ました、はい、激アツですそういうことは最高、あら監督や、激アツ見つめました、ソファーで2回出しちゃいました、そう、ソファーで出しちゃったなソファーで2回で激アツ見つめた、いや今のだけど、そのこのお家に対する激アツは全然出てないよ、お家、そっか、まだ1個しかないですよね、ま、杉本さんに2個か杉本さんに、あ、いや3個、僕と杉本さんに1個1個ですね、はいはい、誰が取るかな、次は、いや、これいいですね、はい、色、ちょっと1回離れてもらって困ってるほら、これで、ね、十分ですよね、そうですね、
二人暮らしとかだったら全然まあね、だから喧嘩してもこのぐらいの距離感空けて座れるとね。そう、ソーシャルディスタンス、これぐらいは取れますよ。ベランダ、はい、こちらですね。はい、これいいですね。あ、洗濯機ある。これも備え付けですね。今日はすごい残念な雨、ちょっとね、景色がね、グリーンホームの内側向きっていうんですか。そうですね。まあけど、花火は見えるかな、まあ下から。ランドマークの花火見えるんじゃない。あれがランドマーク81だもんね、うん、あの真上に上がるから。あ、行けそうですね。真下から花火、はい、見れそうですね。夢のね、うん、だから子供とか喜ぶやつですよね、はい、あ、花火打ってきたみたいな、はいはい、ちなみに他にもあったりするんですか、お部屋は。はい、あります。あ、同じ棟内にもあります。逆サイドだともうちょっと開けた。あー、なるほど。じゃあ続いてはバスルームです。洗面台も綺麗にしてますね。はい。で、出た、浴槽あるじゃないですか。はい。Bホームって浴槽ありましたっけ。ワンベッドルームだとバスタブついてない部屋がほとんどなんですけど、はい、この棟のワンベッドルームはバスタブがついてますね。あ、この棟だけなんですね。はい。めちゃくちゃお得じゃないですか、じゃあこの棟。そうなんですよ。ちょっとじゃあ測ってみましょうか、はい、さん。これね、ちょっと開いてみればね、わかりやすいと思うんですよね、これね。ほら、二人で十分広さ。いやいや、まあまあ、けどなんかちょっと足も伸びてないし、なんかそのちょっと窮屈そうに見えてるよ、そのこっち側は。それもう見る側の問題でしょ。見せる側の問題。ちょっとじゃあ一人で入ってもいいですか、すみません。はい、すみません。なんか一人で入ると。はい、ほら、いやいや、これでわかるけど埋まってる。そうですね、うん、僕だって身長180cm。 ないないよ。お前なんて80センチぐらいしかないだろ。それは過小評価。うわ、いい、バスタブ気分。なんなん、バスタブ気分。バスタブ気分。バスタブのほらって、だから細川文みたいなできるやん、ここで。いやいや、やってる。お風呂のバスロン。バスロンやん。バスロン。寝室ですね。ここもベッドとかもやっぱ統一感のある家具ですね。で、これ広さ、はい、どれぐらいですか。幅180cm ですね。あ、キングサイズですね。キング、はい、広いもん。なんかキング以上にキングの広さを僕感じてますよ、ね、そうですね。やっぱ白のその膨張色だからとかなんですかね。はい、すごい広く感じる。7いけ。いや、無理だよ。収納、あ、ありました、アイライト、アイロン台。こういうのも嬉しいですね、はい、なんかわざわざ買わなくてもいいっていう。そうですね。いや、すごい家具揃ってる気がするんですけど、ほぼほぼありません、はい、もう一人暮らしで、暮らす分には、はい、ベトナムに来られて追加で買われる必要があるものっていうのはかなり少ないと思いますね。いや、マジでないな。なんか必要だなって思ったの。ここは、まあ、テレビも置けるけど、はい、あ、そうですね、もし必要であればこれは入居者さんの方で。あ、なるほど。寝室にも置くことはできる。はい。これ何平米ぐらいですか、全部で。今だいたい50平米ぐらいですね。はぁ、1LDK の形で50平米広いっすね。はい、確かに。激アツです。でか、はい、今の激アツでか声出した。4つ出た。家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー。杉本さん全然乗り気じゃなかった。なんでですか。口がいつも回らないんですよ。じゃあ行きますよ、はい、家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー。イエーイ。すごい。こんな喜んで有効なんじゃないか。そうなんだよ。我々が決定するコーナーだよ。外してもね、別に罰則はないし、そのリスク入った。場所的にはレタントンから、はい、車で10分ぐらいですかね。10分ぐらいですかね。で、もう街としての成立してる感じですね。病院あったり、学校あったり、バーベキュー、旅行へあって、プール、ジムもありますし、はい、で、部屋50平米、浴槽付き、で、まあ、家具はほぼ揃ってる。コロナがあったので、
やっぱりちょっと全体的に安く下がっている、はい、あ、そうなんですね。少しだけ下がっているんですけど、でも当てたい。でも僕も友達住んでたんで何人か、はい、だまあ僕はもう本当に当たると思います。これマジで借りますよ。はい、いいっすか。わかりました。よし、はい、せーの、850、絶対そんな刻まんって。いやいや、これはあの850なので確か、もともと、もともとから下がったがゆえの30という、ちょっと50刻みじゃないイレギュラー感があるってことそこは。そう、やっぱそのやっぱ借りてほしいけど、やっぱり外国人なかなか来れないし、で、まあね、やっぱり会社的にオーナー的にもまあちょびっと下げようかっていうので、やっぱりこういうこう830とかいう数字が弾き出される。じゃあ、はい、正解お願いします。正解は800ドルです。イエーイ、惜しい。800、もともとどれぐらいですか。850、もともと850ぐらいですね。そう、あー、なるほど。だから50ぐらいは下がってると。だいぶ下がってるって、年間だったら6万円以上でしょ。そんな下がるものですね。まあちょっと少し影響を受けているだ、今契約した方がいいってことですよね。そうですね。で、それって管理費とかも込み、管理費が込みの状態ですね。800ドルか、安いっすね。このクオリティでそれは安いわ。で、入り口は、ね、鍵は指紋ですもんね、はい、あ、そうだ、指紋だからセキュリティもバッチリと。だし下にはね、常に警備員さんいます。そうですね、タクシーすぐ捕まるし、言うことないし。ここは何でしょうか。サイゴンパールのですね、はい、新しいとパールタワーです。今年の8月から9月ぐらいに あの賃貸のお部屋が出せると思います。なるほど、はい、僕今見た感じだけで最高。いやいや、まだ分からないよ。しし、これはもうダメですね。ししこれはもうその嘘をやらせいや、ちょっと安売りはしない感じで、うん、ねえまだ全貌見えてないんだからそうですね、その辺もじゃあ詳細我々がちゃんと動画で収めていきますんで、はいはい、こうご期待、はい、下に貼ってあるリンクに飛んで N アセットさんのサイトでちゃんと見て連絡して、で、ありますかと、はい、これありますかと聞いたりとか、まあ、違う物件ありますかと確認できますので、ぜひそちらの方押して見てみてください。それでは以上、ホーチミン最新不動産情報でした。